はい、では全国の膝に違和感のある皆様、お待たせしました。はい、ということで、ね、本日なんですけども、あのタイトルにもあると思うんですけど、ちょっとスケボーを休んでました。っていうのも、なんかね、なんか膝に違和感あるんですよ。あの痛いわけじゃないんですけど、違和感がずっとあって、でスケボーできてたんで、まあ、やってたんですけど、どうも痛みが引いてかない。痛みっていうか、なんか違和感ですよね。いわゆる痛みとは違って、ずっと膝の、映ってるかな、この辺に違和感がずっとあるんですよ。右膝のここに、ここに映ってないかもしれないですけど、まあ、そこにずっと違和感があって、で特にあの椅子に座ってる状態はいいんですけど、足伸ばすと、だから寝る時とかもまっすぐ足伸ばしてるとすごい違和感があって、ちょっと膝曲げて寝てたりとか、すごい気になって寝れなくなっちゃうぐらいなんで、痛いわけじゃないんですけど、なんかそんな感じだったんで、ちょっと休んでて、でだいぶ最近ね良くなってきたんで、再開していこうかなっていうところですね。であんまり激しいのやっちゃうとあれなんで、また再発するといけないんで、まあ、トレとかね、ちょっとあんまり免疫率の低いのは我慢して、軽いものから、今日はね、あのマニュアル系やろうと思ってます。うん、普通のテールとノーズマニュアルやって、あのその後ボックス用意したんで、 5O とケーグラちょっとやってみようかなっていうレベルで、もうほんと軽くです。軽くやってみて、まあ、違和感が出てこなければ徐々に練習再開していこうかなっていう感じですね。まあ、今日は風強いんですけど、めちゃくちゃ暑いんで、トントンですね。風あんま欲しくないんですけど、暑いんで風欲しいみたいな、ちょっと夏は葛藤がありますけど、まあ、とりあえず軽くね、まあ、アップして、そこから練習、ノーズマニュアル、テールマニュアル、オーリー2もやってみて、まあ、ただマニュアル台ないんで、マニュアル台なしでやります。意味あるのか分かんないですけど、まあ、その辺ちょっといろいろやっていこうと思います。それじゃあやってきます。はい、ということでね、風めっちゃ強いんですけど、まあ、目標がないとだれちゃうんで、スタートはね、これこう、なんかコンクリートが盛り上がってるとか、まあ、スタートっていうかゴールにもなるんですけど、で、あの、あそこに赤いコーンあるじゃないですか、あそこまで。で、達成するごとに赤いコーンをどんどん距離伸ばしていく感じで、まずはテールマニュアルからやっていこうと思います。達成できたところまで少しずつ伸ばしていく、一気に達成したら一気に距離が伸びる、そういう感じでやってきます。案外いい感じだね。でも 5m ぐらいかな、距離感全然わかんないんですけど、5ってことはないか、車が 5m ぐらいだもんね。10はないけど、10弱。もうちょっと行ったら10だと思うんで、10ぐらいは行きたいですね。なるべく、なんだろう、膝を固定するっていうのか、なんていうのかな、膝でバランスを取るイメージで今はやってます。膝があんまりにも動くとやっぱバランス崩しちゃうんで、でもなんかゆらゆらしてますよね。もうちょっと安定してやりたいですけど、まだまだっていう感じですね。練習やってきます。どん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 左腕が下がってくる、意識してるわけじゃないのに、てか上がるように意識してるのに下がっていっちゃう。一気に記録更新した。倍ぐらいいった。やった。なんか思ったより後ろ重心で、もう後ろに転びそうなぐらい後ろ重心でしたね、今の多分。おっとっとおっとっとみたいになってるかもしれないけど、まあ僕の限界値はそこです。まあテールあと4回だけやって、後ろ重心、よりいつもより思ったより後ろ重心っていうのを意識して4回やって、テールに、じゃあノーズに移ろうと思います。
中やったか忘れちゃったけど、結構後ろ重心でやるとやっぱりいい感じですね。じゃあちょっとテールからノーズに移ろうと思います。ギリギリクリアやん。グネグネしてるけど、スタンス大事だな。ちょっと若干距離の。ノーズマニュアル最近やってなさすぎるのと、あとこっちからあっち行くときは特になんですけど、風との戦いで結構プッシュしてやらないといけなくて、スピード調整も難しいし、なんかスタンスも一瞬で決めないといけなかった。結構難易度高いんで、ちょっとテールは今日終了します。でですね、オーリートゥーテールマニュアルを軽く練習してみます。ダメっすね、全然ダメっすね。まあでもなんかちゃんと練習すれば、たまにしかやらないからダメなんだと思うんですけど、ちゃんと練習すればできそうな気はします。はい、そんな感じでね、一応 5O をやってみるんですけど、多分できないです。一応です、やってみます。